はい、こんにちは、久保とばです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はですね、たくさんのお着物をほどいております。というのもですね、今日6月1日なんですが、最近めちゃくちゃ暑くてですね、手持ちに簡単に楽に着れる涼しい服がないので、もうちょっとですね、この夏は楽にですね、過ごしたいなということで、今、手元に大量のお着物がありますので、その中からですね、涼しく着れそうなものを、ちょっとピックアップしてですね、ほどいております。わさび、はい。わさびが泣いてる。もうね、着物としてはちょっとサイズとか、あと柄が好みでないとかですね、そういった着物で、なんかバッグもちょっと違うなっていう感じのものですね。これはちょっと試作するチャンスだと思って、この暑さのおかげでようやく動いております。これから着物リメイク始めようっていう方もですね、なんか作れるようなですね、そんな簡単な服を作れたらいいなということで、どうなるか分かりませんがまあとりあえずほどいてお洗濯というところまでね、準備していきたいと思っております。着物は、だいたい手縫いでこう縫われてるので、ね、ミシンをね、ミシンで縫われたものをほどくよりは簡単です。ちょっとこう切れ目を入れてバーバーバーって裂けばいいんですけど、ただあんまり昔のね、ものですと、生地自体がもう弱ってて、ビリビリって一緒に破れてしまうので、まあ、そういったものを洋服にしちゃうと、今度着ててもすぐ破れる可能性があるので、ちょっとそうじゃない、しっかりしたもので、作った方がいいと思います。ただ、昔の生地は可愛いですよね、アンティークの。はい。ちょっと、黙々と、ほどいていきたいと思います。本当かわいいなぁ、着物の生地は。どうよね、ほぼほぼ一点物になりますよね。はい、だいたいですね、さっきバーってほどいたんですけど、お着物だいたい手でね、縫われてて、まあ、さっきみたいにバーってやるのもほどきやすいんですけど、もうちょっと丁寧にね、糸が後で残らないようにやるには、まあ一箇所端っこを切っておいて、反対の方も切っておいて、でまあ数箇所ですね、糸出して。で、横にピーって抜くと取れるはずなんですが、そう、それもね、糸が弱ってると抜けなかったりする。あ、抜けた抜けた、こんな感じで、そうするともうほどけてるし、糸がプチプチ残らないので後始末が楽です。はい、でも私はバーってやっちゃう補足です。はい、さっきの洗濯ネットに入れたものをですね、洗濯機でガーッともう
通のいつもの状態で優しく洗うのではなく、普通に今回初めて洗ってみました。というのも、もうあまり気を使わず楽に普段通りに扱えたらいいと思いまして、一回ちょっとやってみようということで、これも実験ですが洗っちゃいました。で、今ですね、このように普通に、まあ、数枚重ねてますけど、陰干しですね、してます。で、完全に乾く前にもうアイロンかけちゃっていいと思うので、もう少ししたらですね、脱水の方もガーッとかけちゃったので、もうだいぶ結構ね、乾きは早いと思います。で、またアイロンかけていきますね、後で。はい、ただやっぱりね、匂いはね、どうしてもね、独特なね匂いが出ますけれども、乾いてちょっと放置しておくと割と匂いも取れていくので、洗った直後匂いはきついですけど、まあここはしょうがないかなと思います。はい、まあ今んとこ見た感じ、幅は少し縮まってる感じだけど、そんなに支障はないんだなって分かったので、もしこれでお洋服仕立てたら洗濯機をガーッと回しても問題ないっていうことなので、まあそれはそれですごいいいなと思います。てかそっちの方がいいですかね。はーい、お知らせです。先日ですね、新しく柄が選べるオーダーのサービスが始まるということで、動画でお伝えはさせていただいたんですけれども、ご用意ができました。はい、こんな感じでホームページに載っておりまして、バッグ、財布、合計3パターンですね、ありまして、このねショップというところ入っていただくと、左にですね星マークがついているところですね、柄選び、スマ財布オーダー用、柄選び、クロー財布オーダー用、柄選び、小口バッグオーダー用っていうのがですね、ありますので、そこ触っていただくと、さらに、それぞれのパターンでずらーっと見れるようになっています。気になる方はぜひぜひ、楽しい贅沢なオーダーメイドになります。丁寧にお作りいたしますので、よかったらご利用ください。はい、では今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございます。ではでは。